オレゴンで演奏するラルフ・タウナー。ラルフ・タウナーは、アメリカ・ワシントン州出身のギタリスト、ピアニスト、コンポーザー、アレンジャー。自己バンドのオレゴンのリーダーでもある。12弦ギター、クラシックギター、ピアノ、シンセサイザー、パーカッション、トランペット等を演奏する、マルチ奏者である。1940年3月1日。 アメリカ合衆国ワシントン州シャヘイリスに生まれる。母はピアノ教師、父はトランペット奏者という音楽一家であった。1958年にオレゴン大学に入り芸術を専攻し、その後に作曲へと専攻を変えた。ほどなくして、後にオレゴンで活動を共にするベース奏者のグレンムーアと出会う。当初のタウナーは、 ピアノの演奏と作曲を探求しており、中でもジャズピアノ奏者ビル、エヴァンスの初期作品群から大きな影響を受けた。ついで気まぐれに購入したクラシックギターに魅了され、1960年代初頭にはオーストリア人ギター奏者、音楽家カアルシャイトの下で学ぶためウィーンに赴いた。1968年にニューヨーク市へ移り、当地のジャズシーンで、 ギターとピアノ演奏による音楽活動をはじめ、サキス本奏者、ポール・ウィンターのグループであるポール・ウィンター・コンソートへ加入し、ムーアに加えて、当グループに在籍していたポール・マッキャンドーレス、コリン・ウォルコットとの進行も生まれ、1970年には4人によるバンド、オレゴンが編成される運びとなった。また、ウィンターから譲られて初めて手にした12弦ギターをも、 自らの作風に取り入れていった。1972年にはオレゴンが北の星でアメリカのレーベルバンガードからデビューを飾る一方で、1973年にはムーアとのデュオ名義でドイツミューン編の進行レーベル ECM からの初作品ブルージョが登場した。オレゴンも ECM から80年代に3枚の作品を発表した一方で、 タウナーは1970年代以降継続的に ECM レーベルの他の契約ミュージシャンたちと共演したデュオトリオカルテットその他の形態、あるいはソロや多重録音で聴かせる様々な作品を同レーベルから出している。ラルフ・トーナー、オーバービュー。アルミューズイック、2020年10月4日閲覧。ラルフ・トーナー・バイオグラフィー。 w w w、e、r a l p h t o w n e r c o m 2020年10月4日閲覧ホームアーティストラルフ・トーナー ECM レコーズ2020年10月4日閲覧ウンアルトラビータ IMDB2021 年3月20日閲覧ありがとうございます